安心してくれ。私がずっとそばについている。おはよう、おねぼうさん。そろそろ起きる時間だぞ。前にサーフィンを習いたいと言っていただろう。練習するなら今が絶好の時間だ。さあ、そろそろ起きないと間に合わなくなってしまうぞ。じゃあ残念だが、サーフィンはまた今度来た時にするとしよう。天気予報によると明日は雨らしい。初心者に雨の日のサーフィンはおすすめしないからな。私のサーフィン姿？なぜだ？ちょっとこっちに来てもらえるかしら。見せたいものがあるの。実は最近テミスで弁護士名簿を作っていてね、他の人の材料はもう全部揃ったんだけど、佐京くんだけ趣味の欄に貼る写真がないのよね。いいのいいの、聞いたところで彼が私の欲しい写真を持ってるとは思えないし。ほら、あの人って写真に写るのあまり好きじゃないでしょ。そうだ、あなた佐京くんがサーフィンするところ見たことないんじゃない？ええ、あなたが入社する前のことなんだけど、ある依頼人からサーフィンに誘われたことがあってね。
その時の彼のサーフィン姿はかっこよかったのよ。写真を撮って名簿に貼り付けなかったのが残念だわ。社内で大反響を呼ぶこと間違いなしでしょうに。そういえば、今回二人の出張先の監修士がちょうど有名なサーフィンの聖地じゃない？仕事が終わった後、二日間休暇をあげるわ。羽を伸ばすついでに、佐京くんがサーフィンしてるところの写真も撮ってくれる？財前の差し金だったのか。彼女の話していたことは覚えているよ。あの時のサーフィンは確かに楽しかった。写真を撮らなかった理由だが、私にとって写真を撮るという行為は思い出の跡を残すことと同義なんだ。だがあの時はただ気晴らしに行っただけで、特に思い出に残るようなものではなかった。確かにそうだな。別に隠したつもりはないんだがな。ただステラ氏にはサーフィンをするのに適した場所がないから、君に話す機会がなかっただけだ。それに人生は長いんだ。私のことは少しずつ知っていった方が楽しみがあるだろう。じゃあもう少し寝たいか、それとも。そうか。では、君の準備が済んだら、一緒に海辺に行くとしよう。ここはサーフィンの聖地だからな。シーズンになると各地からサーファーが集まってくるんだ。初心者向けはそうだろう。上級エリアに行くと写真のような波が見えるかもしれない。それより少し日差しが眩しくなってきたな。日陰に入ろうか。実はサーフボードは大きいほど安定するから初心者向きなんだ。
そういうことだ。海では小さいサーフボードの方が操作性や俊敏性が高いが、同時に安定性に欠ける一面もある。そうだな、まずは基本動作から教えるとしよう。覚えがいいな。そろそろ海に入ってみるか。ああ、サーフィンは理論だけで学べるものではない。体で覚えることの方がよっぽど大事だ。安心してくれ、私がずっとそばについている。今日はこの辺りでやめておくか。わかった。だがこのままでは君が日焼けしてしまうから、姿勢を変えておこう。最初は慣れないからそう感じるだろう。ある程度上達すればすぐに楽になるさ。私の場合はずっとサーフィンに興味を持っていたからか、慣れるのにあまり時間はかからなかった。波を征服するという発想はなかったな。自然は人間の征服できるようなものではないと思っているから。理由は、強いて言うなら絶えず自分の限界に挑み続けるためだな。ああ、君はサーフィンをするにあたって一番大切なものは何だと思う？
あくまで私の個人的な考えだが、サーフィンで一番大切なものは心ではないかと思う。心で波のリズムを感じ、海と呼吸を合わせて一つになるんだ。どうかした？そうか。なら私も手伝おう。よし、それじゃあ次は両手を板の上について、さっき教えた方法で立ち上がってみるんだ。ああ、上手だ。危ない。大丈夫だ。私はここにいる。ああ、私だ。ちゃんと掴んだから、もう大丈夫。どこか痛むところは？なら今はまだフラフラするか？大丈夫。軽く当たっただけだから。
それより少し休んだらもう一度挑戦してみるか。分かった。では今度は私がサーフボードを支えてあげるとしよう。急にそんなに意気込んでどうしたんだ？大事な予定？わかった。君の言う通りにしよう。その、私はどうすればいいんだ？こうか？どうだ、取れたか？分かった。他には何かしなくていいのか？楽な姿勢か。これが私にとって楽な姿勢なんだ。それに一人で写真に写っても味気ないだろ。二人の思い出の後なんだから当然一緒に写らないとな。
だが、写真がまだ撮れていないだろ？今はただ、私だけに集中すればいい。すまない。うっかりしてしまった。今度こそちゃんと撮るから、もう一度。わかった。今すぐ海に入ろう。私がそばにいない間、くれぐれも安全には気をつけてくれ。わかった。行ってくる。波を征服するという発想はなかったな。自然は人間の征服できるようなものではないと思っているから。理由は、強いて言うなら、絶えず自分の限界に挑み続けるためだな。あくまで私の個人的な考えだが、サーフィンで一番大切なものは心ではないかと思う。心で波のリズムを感じ、海と呼吸を合わせて一つになるんだ。どうだ、今ので満足のいく写真は撮れたか？そうか、
ならよかった。バレたか。だが今さら気づいてももう遅い。君はもう私から逃げられない。そうだな、私もちょうどお腹が空いてきたから、どこか食事のできる場所を探そうか。いや、笑ってないさ。ただ君が可愛かったから。それよりお腹が空いただろう、一緒に食事に行こう。ああ、このお店は創業して20年以上になるらしく、提供するのも本場の郷土料理だから、サーファーたちの間で人気なんだそうだ。それに聞いた話だが、ここの店主はかなりの自由人で、サーフィンのシーズンが終わると営業を休み、夏になるとまたお店を開くらしい。メニューだ。花火大会？そうだな、会場で花火を見たことはなかったから、一度体験してみるのも悪くないだろう。よかったら夜にこれもやってみないか？話すと長くなるんだが、子供の頃に留守番をしていた時、近所の子供が手持ち花火をやっているところを見たことがあってな。暗闇の中で手持ち花火が幻想的な光を放つ光景は今でも鮮明に覚えているよ。ああ、少しな。だから、このささやかな願いを叶えてくれないか？
すみません、手持ち花火を探しているんですけど。はい、夜彼と海辺で遊ぼうと思って。お客様、大変申し訳ありません。最近は花火大会の期間中のため手持ち花火の在庫が追いつかず、もう最後の一箱しかないんです。そうでしたか。では花火を箱から取り出して半々に売ってもらうことは可能ですか？そんな、ダメですよ。箱に入った花火を他の人と分けたら、監修士の伝統ではその行為は別れると連想されやすいからタブーとされてるんですよ。一つご提案なのですが、花火をどっちが買うか勝負で決めませんか？勝負というのは具体的にはどういう？勝負の内容は公平にくじで決めたいと思います。もちろん皆さんにご興味があればの話ですが。参加したいなら参加すればいい。試す分には悪くないだろう。これはびっくりしました。いきなり当店で一番難しいゲームを引き当てるなんて。差し支えなければ、このゲームのルールについて教えてもらえませんか？はい、ご説明します。ルールは簡単で、まずは彼氏さんお二人に目を閉じてもらい、その後に彼女さんにキャンディーを口移ししてもらいます。5分以内にその味を先に全部当てた方が勝利。5投は1回まで。彼女さんからヒントを出すのも可。ただし相手側にも聞こえてしまうので慎重にね。お客様さすがです。何を隠そう、私まさに王様ゲームから着想を得たんです。気が進まないんだったら無理はしなくていい。大丈夫、
今回がダメでもまたチャンスはいくらでもある。相手が君なら喜んで。ああ、それじゃまずは彼氏さんのお二方、目を閉じてもらえますか。始まったのか。オレンジとブドウの味がするな。リンゴ？もうちょっとよく考えて、絶対わかるはずだから。そう焦らないで、今考えてるから。リップクリームですか？それでしたらこちらに。かしこまりました。お買い上げありがとうございます。
わかった。これはライチ味だろうか。はい、正解です。これで3種類の味を全部当てられたので、お二人の勝利ですね。花火も手に入れたことだし、そろそろ海辺に戻ろうか。花火大会が始まるまでまだ時間があるし、今のうちに手持ち花火をやっておくか。儀式？それは一体。特別な遊び方でもないが、自宅の庭でバケツを片手に宙にハートや星などの形を描いていたな。暗闇を走る花火はまるで蛍が飛び交う宝石のように見えていたよ。ああ、何をすればいいんだ？わかった。どうしたんだ？どこか字を間違えてしまったか？ここからまだ何かするのか？これは。まさか。とても新鮮な体験ができて嬉しいよ。知っての通り、私の学生時代は充実したものだったが、
単調で恋愛とは無縁だった。学校でカップルが似たようなことをしていたのを見ても自分には関係のないことだと思って気にも留めていなかった。だが今になって少し後悔したよ。あの頃恋愛についてもっと学べば世間一般の人が経験しているような幸せな恋愛をさせられるんじゃないかとな。では君にとってはそれはどんな意味を持つのか。あ、そうだな。では私が火をつけよう。写真がなくても今日のことを忘れるわけないだろうな。いや、なんでもない。それより箱に花火がもう一本残っているようだが、今火をつけてしまおうか。私も小さな儀式を追加したいんだが、いいだろうか。君は今までに同級生や友達と花火を見たことがあるんだろう。ではその時の花火もこんなに美しかったのだろうか。そうか。ならなおさらその儀式を君としないとな。今回の花火が君が今まで見てきたものと違うものになってくれるように。そして君が今後花火を思い出すとき、私と見る記憶が一番鮮明によみがえるようにな。
すまなかった。少し落ち着いてきたか。残念に思う必要はどこにもない。この世には10年20年後に思い出すために写真が必要になるものもたくさんあるだろうけれど、それがなくとも言わせない思い出だってある。例えば君の唇から感じたライチの味や、海辺で準備してくれた特別な儀式、そのどれもが私が生涯忘れることのない大切な思い出だ。君もそうだろう。花火大会も終わったようだし、そろそろホテルに戻ろうか。実はそちらで別のサプライズを用意してあるんだ。突然すまないが、何時に寝るつもりだ？11時。今は9時だから、まだ間に合うな。忘れたのか？手持ち花火でもっと遊びたいと言っていただろう？だから監修士から取り寄せたんだ。今度こそ、満足してもらうために。遊び方もいくつか考えておいたから、後で一緒に心残りがないよう楽しむとしよう。ん？どうしたんだ？顔に何かついてるか？ご褒美をもらった後の子供みたい？今の気持ちを表現するなら、それが的確だな。君が優しいから、今までなら我慢していたことも抑えようと思わなくなった。君の存在が私の子供っぽい部分を呼び覚ましたんだ。だから責任を持って受け入れてくれるか？即答か。本当にいいんだな？例えば今、花火で遊ぶだけでなく、朝日も一緒に見たいと言ったら、どうする？君の答えはよくわかった。すぐに迎えに行くから、待っててくれ。